様らは死神ら軍とその一党。うわあ、兄貴殺されるっす。なんつうかお前、こういうところ全然成長しないのね。我らの身分はホゼア西王が保証してくださったはずだ。武器を収めろ。我らはオパルス中流部隊司令官エリオット中将の使いなり。お願いです、ここを通してください。オパルスが危険なんですねえラルク。え、ああグリーンヒル議長に面会したい。いいだろう。ただし少しでも不審な動きを見せてみろ。チカローに即刻ぶち込んでやる。えいへい、ご苦労なことで。あー、ムカつく。おっとミニマムレディ、これはまたお怒りですね。怒るよ。なんで私が死神ラグーンの一等扱いされなきゃいけないの。私は勇者なんだよ。逆でしょ、ラルクが私の仲間でしょ。それなら俺も不満。こいつが死神なら俺は何神様。美と愛の化身として崇め奉られなきゃだよな。だよなじゃねえよ、バカなこと言ってねえでさっさと行くぞ。あ、私が先頭だからね、勇者なんだから。お好きにどうぞ。なんだよ青少年、俺の方が神としての格が上なもんだから拗ねちまったのか。うるせえ、お前も先頭行け。ラルク、あの二人はお前を。分かってるさ、俺を気遣ってんだろ。気にすんなってな。分かっているならいいのだ。たとえ死神と呼ばれてもお前が変わる必要はないとな。まったくみんな柄でもねえくせに気遣いやがって。メリディアの犬、いや死神か。何、貴様がメリディアの元傭兵であることには変わりあるまい。我らは決して皇太子バイスの暴挙を許しはしない。そのバイスの暴挙からオパルスを守るために我らはここへ来たのだ。何、メリディア軍がオパルスに進軍中です。雪姫計画の防御スクリーンを敷いていますが、破られるのは時間の問題でしょう。バカな、あのような未完成品を起動させたというのか。これがエリオット中将からの書状です。どうか至急救援部隊を派遣してください。ふん、そのような話を我々が信じるとでも思っているのか。何、大方カルブンクルスの兵力を移動させてその隙に吸収するという算段だろう。帝国軍の連中が考えそうなものだ。議長、騙されてはなりません。所詮傭兵などコロコロと主を変えるコウモリのような存在。こやつもいつ我々を裏切り帝国へ寝返るか分かりませんぞ。いやいや、さすがはお偉い元老院議員様、猜疑心だけは人一倍でいらっしゃる。だがな、傭兵には契約っていう絶対の主がいるんだ。ラルクはエリオット中将と契約を交わした。それを裏切るような腐れ傭兵じゃねえんだよこいつは。ラルクの言っていることは本当です、信じてください。そのような幼稚な振る舞いはやめていただきましょう。ディーバ、これは国家の存亡に関わる重大な問題なのです。世間知らずの小娘が出る幕ではない。それは私に対する当てつけか、アブリース殿。いえ。書状に疑うところはないようだ。
帝国の死神を頼るのは尺だが、ここはディーバを信じ救援部隊を差し向けたい。賛成する者は挙手を。ということだ。至急司令長官に命令しよう。やったっすね兄貴。でもこの後どうする？戻っても防御スクリーンで町には入れないし。なんとか外から状況を知らせられるかもしれない。レスリーはああ言ってたが、町のことも心配だし、一度オパルスに戻ろう。サージュ、元老院でのことだけどよ。よしてくれ。男に感謝されても嬉しかねえし。お前はそういうやつだったな。なんだよ急に人の顔をじっと見て。男に感謝されても嬉しくないんだろ。いや、お前ってやっぱりレックスの息子だよな。なんだよ突然。そんなに似てるのか。いや、基本的には全く似てない。レックスは優雅で爽やかで理知的で趣味のいい男だったからな。ただおせっかいなところとかはそっくりなんだわ。それは俺がガサツで感情的で趣味の悪い男ってことか。安心しろ、それがお前の良さだ。勝手に言ってろ。お待ちください、どうか。あの、何か。オパルスから来た死神。いえ、ラルク・ブライト・ラグーン様のご一行でいらっしゃいますよね。俺がラルクだが。ぶしつけにすみません。今元老院議長から聞いたのですが、オパルスに姉が。レスリー・フラハティンがいるというのは本当ですか。失礼ミセス。それが元アルコーン隊隊長で目も覚める美女のことでしたら、確かにオパルスにおられますよ。ならどうか伝言をお願いします。戻ってきてほしいと。ん？どういうこと。レスリーは任務で旅に出ているんじゃないのか。姉はすでに軍籍にはありません。任務の失敗に責任を感じて軍を辞めてしまったんです。その後出奔してしまって。ですから。任務の失敗？そんなことで辞めたんすか。自分を比較対象にするな。姉は元老院議員である私の夫の警護を担当していました。ですが夫は何者かに暗殺されてしまったんです。姉はずっと自分を責めていました。伝えてやってはどうだラルク。ああそうだな。ところであなたの名前は。失礼しました、エンジュと申します。ラグーン様、くれぐれもよろしくお願いいたします。わかった。なあサージュ、なんであの人が人妻だってわかったんだ。左手の薬指に指輪してたから。目ざといな。基本でしょ基本。情報収集は大事だぜ。相手が人妻ってか未亡人ならそれなりの攻略方法ってもんも。攻略？何を攻略するの？いや、そんな真顔で返されると。行くぞリフィア。
ージュって最低。まったくっすよ。レックスの息子の前でおかしなことを言うな。ジョークだよ。それよりお前こそレックスの息子と一度腹割って話した方がいいぜ。ここんとこ押しちゃったらどうなっちゃうわけ？そこは何も起きないよ。機能が死んじゃってるみたい。げ、それってこいつが古臭い飛行艇だからなんじゃ。失礼なこと言うな。ここんとこだってさ、なんかパーツが足りてないだけなんだよ、きっと。この間みたいに古いパーツを拾ってこいって？古いパーツなら何でもかんでもってわけではないけどね。いいパーツが見つかったら新しい力が目覚めちゃうかもよ。